クラビネット D6 クラビネットは電気式のキーボードである。音楽業界では特にファンク、ソウル、R&B などの音楽ジャンルと相性が良いという見方が有力である。クラビネットは鍵盤楽器のクラビコードにギターなどで用いる電気ピックアップで音を拾い、ボリュームやトーンなどによる電気的加工を可能にしたもので、ホーナー社のアーンストザカリアスが開発。 商品化した。特に有名な機種はクラビネット D6 である。メカニズムはクラビコードよりも簡略化されている。クラビコードでは鍵盤に連動したタンジェントが弦を突き上げて発音するが、クラビネットでは鍵盤の元に棒が突き出ており、これが押し鍵により直接弦を金属フレームに叩きつけて発音する。 鍵盤を戻すと弦の端に巻き付けられた毛糸によって弦振動が抑制され音が止まる。クラビネット I、クラビネット II、クラビネット C、クラビネット L を経て最も有名な D6 となる。その後、外装を軽く簡素なものとした E-7、ピアネットを内蔵した最終モデルデュオと変遷を遂げていった。デュオを持ってクラビネットの歴史は幕を閉じるが、 1980年代になって、ホーナー社は日本で製造されたデジタルピアノをクラビネット DP の名称で発売した。もちろん、楽器としてのクラビネットとは関係はない。ホーナー社はクラビネット .com でクラビネット情報を公開している。2014年、ローズピアノやクラビネットの修理、部品製造を行っているメーカー、 ヴィンテージバイブ社からいくつかの改良を加えた現代版、クラビネット、バイバネットが発売になった。特徴として、クラビネットと合わせて使われることの多いオートワウを内蔵していることが挙げられる。音色は最も発展した D6 の場合、ブリリアント、トレブル、ミディアム、ソフトの4種類と、2つのピックアップの位相スイッチを組み合わせて作ることができる。また、 弦の振動を抑制するミュートレバーがついており、減衰の速い音色も作成可能である。クラビネットはスライザ・ファミリー・ストーンのボードやスティービー・ワンダーの名シニア・コモドアーズのマシンガンで使用されたのをはじめ1970年代前半のファンク、ソウルミュージックで多用された。またクロスオーバーのスティー・リーダン、ジャズ・フュージョンのジョージ・デューク、 ジョン・メデスキも使用している。ローリング・ストーンズや、レッド・セッペリン、グランド・ファン・クレール・ロード、エロなどのロックグループが使用することも多かった。さらに、エルプや、ピンク・フロイド、ジェントル・ジャイアントなど、プログレッシブ・ロックでも使用された。トリーナ・ニゴーナルは、自身のバンド、ナイト・ノイズなどで、ケルト音楽に使用している。日本では、 主に1970年代の歌謡曲で使用され、星勝や龍崎隆史の編曲作品での印象的なクラビネット仕様が知られている。星勝の編曲による代表作品は、情熱の砂漠、龍崎隆史の編曲は、赤ネ雲である。また筒美京平は、君は特別で、効果的に使用している。ありがとうございます。